今押したらブラウザバックしていいですよって話です。もう押した順に帰るお前ら皆さんこんにちは、サックス奏者の佐藤博俊です。チャンネル登録をしてですね、はい、この動画ご視聴いただいている皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録をしていただいている方はもうあの今週お伝えする内容はありませんので、もうこのままブラウザバックで大丈夫ですので、さよなら。さよなら、さよなら。入りましたかね。押しました。はい。はい。押しましたね。おい貴様ら急に悪口。このダボ。ダボ。このダボってもう、ジョジョの4部の奥安しか言わないやつだよ。何してんのお前ら。大丈夫ですかそんな言葉遣いで。あのね、我々には YouTube のね、アナリティクスというものがありまして、はい、みんながチャンネル登録をして見てるか、してないで見てるかっていうのが分かるようになってるんです。はいはい、大体数見てますよ。はい。半分しかしてない。はい、まあそういう方もいらっしゃるでしょうよ。もうね、万引きですよ。万引き。いや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 。盗んでないよ、別に。食い逃げと一緒ですよ。YouTube をね、頑張って、まあ我々だけじゃないですよ。あの YouTube を頑張って動画作って編集して投稿してってやってるのにもかかわらず、はい、でみんなチャンネル登録お願いしますとかやってるじゃないですか、はい、なぜしないお金がかかるわけでもない。まあ確かにワンクリックで終わる話ですよ。するまでじゃないかなみたいな。いやでもたまに見るみたいなありますよね。いやもうねやってらんないいろんな弊害が出てくるわけですよ。はい、そうですか。はい、我々 YouTube を投稿するっていうのを始めてから、まあ、当然この直接的にこの動画を見ることによっての収入っていうのがゼロなわけですよ。まあそうですね、あの1000人超えないとね、はい、いやそうそうそう、収益化できませんので。そうなんです、1000人超えてから初めて1円目が発生するっていう仕組みになってるので、はい、このままいくともうね、活動ができなくなっちゃうんですよ。まあ真面目な話そういうのはありますけれど、いやそう、でもまあ別にね、もともとお前らのせいだよびっくりしたお前のクリックがないからこういうピンチになってんの、わかる？やめてやめて、もうそういうもうみんな帰っちゃう、低評価をして帰っちゃうよ。プロテインも買えないよプロテインは買うよあ、されなくてもチャンネル登録されなくても買う、うん、言ったら今んとこお金がない中でも私の発想とヒロリの演奏技術で成立するものをやってるわけじゃないですか、はい、で我々別にあのお金儲けをしたくてやってるわけではないので、まあそうですね、本当に収益が上がったら多少お金を使う企画もやりたい。あ、そうですね、うん、その収益がそう僕の懐に入るというよりかは、そうそうそう、企画が大きくなってくるみたいな。いや、そう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 、感覚ですかね。そう、いやだから考えてきた、なんでチャンネル登録しないのかなって。はいはい、けどね、登録の仕方わかんないのかなバカにしてる。チャンネル登録って書いてあるのを一回押すだけでいいんだよ。まあまあ、そうですね、はい、登録っていう漢字が読めないからめちゃくちゃバカにしてる初頭に豆これが等金編に6、これが6チャンネルはカタカナで読めるでしょう。初頭って久しぶりに聞いたなあの逆に俺それで説明されたら分かんなかった初頭に豆の方が伝わらないっていうねそもそも僕らって、うん、あの他のチャンネルみたいに、うん、あの動画の最後に高評価チャンネル登録よろしくお願いしますみたいなことやってないもんねああまあそうね、今押せばいいじゃんどうせこの動画だってこの後も私がずっと悪口言うだけなんだから見ても変わんないよ。この後も今押そう。今押したらブラウザバックしていいですよって話です。もう押した順に帰れお前ら登録するブラウザバックでいいよ。もうこの後もしょうもない話しかしないから。いやどうせね、あのチャンネル登録せずに見てるやつなんかもね、しょうもないチャンネルばっかり見てるんですよなんかバラエティの違法アップロードされたやつとかねあのちょっとちっちゃい画面で上がってるやつみたいなやつ、ね、理解ずっと広告物で、そう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 、あるけど、あんなばっかチャンネル登録してんのよ。どうせチャンネル登録しないやつらっていうのはね、そういうやつらなんですよ。
まだ間に合う。この動画が終わるまでにチャンネル登録してくれれば、もうこの私の言ったバリ雑言は撤回します、ね。撤回もう遅くない？まあまあ悪口言ってる。もう一発目でダボだしな。違う、重要なのは1000人だから。もう1000人超えたら私は言わないよ。そうなの？言わない言わない。だってあの後の重要なのってその総視聴時間とか、はい、そっちの方が重要だから。別に登録者が1001人だっていうか1000人も1000万人も変わんないのよ、うん、はいはい。だからもう1000人超えたら何も言わんよ。ボタンだけ押してくれば。あ、でもそうか、そういうことで言うと、うん、半分チャンネル登録してくれてない人たちが全員仮に押したら、うん、1000人行くんだね。行く。すごいね。行きますよ。いや、なんか俺それだけでもなんか十分嬉しいな。いやいやいや、こんなやつらね、甘やかしたらいけよ。いや、いつもありがとう。ありがとう。なんか一人だけ好感度上げようとしてない。ヒロリもヒロリよ。いや、バランス取らないと。わかるかね、このチャンネル登録をせずに動画を見るというこの悪行。緩やかに音楽業界を殺していく。音楽業界広いな。大きい話になっちゃった。主語を大きく話す。これね、ちゃんとこの動画でチャンネル登録ボタンを押した人っていうのもアナリティクスで出るようになってるんですよね。そうそう。だからあの登録フィードとかから登録せずに、今見てる動画の真下にあるチャンネル登録から登録しよう。した。せーので押そう。じゃあ行くよ。行くよ。一旦今全画面で見てる人はこうね、スマホを縦にしてこのちっちゃい画面にしてね、チャンネル登録って出た。初頭にまめだよ。わかんないわかんない。行くよ。せーの。落ち。ありがとうございます。ありがとうございます。スポメティよ。まだしてない。いやもう何なの？なんで？もしかしてこれ、ヒロリのこのサックス奏者としての演奏の腕を疑ってる？もっとすごい人いっぱいいるし、みたいな。そうなんだけどさ。いや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 、まあヒロリは謙遜して、自分はね、謙遜してそんなこと言うけど、いやいや、腕だってありますよ。まあまあ一応ね、プロですか？生き残ってますから。はい、バイトせずに。バイトせずに音楽一本で。もうしょうもないあのバンドとかを夢見て今フリーターやってるやつらとかも見てるんでしょどうせ。見てるかな。お前らよりは上だぞ。嫌なマウントの取り方。こんな数百人しかいないチャンネル登録のチャンネルで嫌なマウント取るっていう底辺のね。あったよ。演奏本当にいつも喋ってばっかりで、演奏本当にできんのかって思ってるやつらに見せつけてやりましょう。もう普通に吹くんじゃない、超絶技巧を見せたりましょう。超絶技巧、うん、超絶技巧。この演奏を見てすげえなって思ったらチャンネル登録しよう。じゃあ見せてやりましょうか、はい、超絶技巧。はい、もう目にもの見せたろうということで、はい、普通にサックス吹くんじゃなくて、もう超絶もうスキル全振りの演奏をバシンと決めてやりましょう。任せろ。なんだ、何をやればいいんだ。あ、じゃあ曲はね、チャーリーパーカーでしょ。はい。ドナリーネ。これはサックス奏者としては難しい曲。まあまあ、あの、うん、プロはもちろんみんな吹けますけどね、はい、難しい曲の一つとして挙げられるんじゃないでしょうか。そうね、うん、これでもう見せて、まいったって言わせて、チャンネル登録させて、今週終わろう。じゃあ、それではお聴きください。チャーリーパーカーでドナリー。はい、ということで曲いきますね。見とけよこのダボども。いや、そっちが言うじゃん。そっち2人ともダボって言い出したら。それはただの悪口。そう、ただの悪口。はい、